皆さん、こんにちは。週刊手帳実の著者、海野隆です。今日の雑感は、リスクとリターンという、そんなお話をするんですけども、きっかけはメルマガで、リスクとリターンの、話をされていて、そのリスクとかリターンを意識してますか？みたいな話なんですけども、私はどうかって言われると、リスクは、基本やる前に意識はします。ただ、そのリターンがあるかないかっていうところとか、大きいちっちゃいっていうのは、あんまりこう、意識はしないようにしているというか、計画する段階なんで、そこは、やってみないとわからない、そんなことだったりするので、プランの時にはあまり考えないかなっていう、そんな話です。で、メルマガの中では、考えるとか迷うとかっていうことを、リスクとかリターン、なんていうんですかね、ハイリスク、ハイリターンとか、ローリスク、ローリターンとかね、そういうなんかこう、川山用的なことを、意識した方がいいのか悪いのかみたいな、そんな話なんですけども、これは本当になんかこう、価値観みたいな話、ではあると思うんですけど。私自身は、手帳に書くっていう、その手帳に関してのことを言うと、ローリスクのものを選びたい傾向にはあります。ただ、それがリターンが大きいかちっちゃいかっていうのは、あんまりこう意識はしても仕方がないかな。ハイリスクでもやらなきゃいけないって決めたら それはもうハイリスクだろうが、ローリスクだろうが、ローリターンだろうが、私はあまり関係なく、もうやるべきことというふうに決めてしまったら、もうやるしかないっていうふうに思うので、意識無意識の問題じゃなくて、行動するか否かというところにやっぱり落ち着いてしまって、で、それをこう、知ってはいるものの、とか、意識はするものの、行動するときには、あんま関係ないかな、という、ちょっと、私の価値観ではありそうだ、ということが、ちょっとね、そのメルマガを読んで、自分がどう感じたかっていうのは、そんなことかな、というふうに思いました。あんまりこう、意識無意識ではなく、やるかやらないか、もしくは、やるって決めるかどうか、このところに、やっぱり落ち着いちゃうかなっていうふうに思いました。皆さんはどんなふうにお考えになるでしょうかというところです。今日の雑感は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。